カズ、せーの、へんてこりん。今回はね、好評だったカズモモです。おい、やっていきます。やるんだよ。デートなのじゃ。そうですよ。しかも聞いてみんな、今日めっちゃ雨、台風な。モチベーションは限りなく低い。マリアナ海溝ぐらい。足濡れる。ということで、今日ここはどこですか？ここは渋谷です。あ、で、聞いてくれ。今日はね、俺がね、モモカを楽しませるデートプランを考えてきたんで。だそうです。早速行きましょうっていう前にね、はい、あるね、お便りが来ております。お便り、謎のね、お便りが2枚届いているんですよ。はい、こっちがモモカらしい、こっちが俺らしい。これはね、見ろという命令が来てます。じゃあ見ていきましょう。一人ずつ見ていく？いや、自分で見るんだって。あ、そういうこと？なるほどね。お題が出されてますね、ある方から。ある方から来てますね。リリカちゃんから来てますね。何これ？内容結構俺しんどいんだけど。やってくれたな、リリちゃん。もう本当にあなたは。ということで、頑張っていきたいと思います。まず1個目の僕が考えたデートプランの方に行ってまいりましょう。はい、行ってまいるよ。やめて、本当にバカ強いんだが、雨。うわ、靴濡れた。あ、もう終わった。あ、終わった。楽しい話しよう。いいよ。してきたんじゃないですか？え、ガチで言ってる？嘘、そんなことしてくれちゃうの？ガチ？やば、やったとか言って違かったら泣いていい？今何時？11時。11時からじゃなかったかな。ちょっと見てみます。あれ、アニメイトって何時からしたっけな。雨がすごすぎて傘入れてもらえませんでした。何してんのマジで。多分11時。ちょっと待って、傘持って調べるわ。やってないし。いや、何時からか。12時とかだったら終わるもんね。BL 漫画みたいなのがリリース。見た。履歴から BL 漫画みたいに出てきました。人の携帯勝手に覗くな。お母さん見てますか？ももかのお母さん。え、ちょっと待って。スマホで見てますよ。え、あのさ、違うんだって。え、あ、12時ですね。え、じゃあ積んだよ。はい、ということで、行きたかった。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、バイバーイ。へんてこりん。ということで、2個目に行こうと思ってたところに行きますか。やってなさそうじゃない、この時間。まあ行きますか。じゃあ、あの、傘に入れてもらってもいいですか？いいっすか。うん、じゃあこれで行きましょうか。はい、ということで、傘に入れてもらって2人で撮れるようになりました。え、めっちゃシャレオツな感じじゃない？ももかのお父さんはマジでかっこいい。かっこいい。マジで、なんか俺見た時ビビったもん。お父さん見てるんですか、これ？見てるよ。あ、お母さんも？うん、もう見てる。ココはココ。コナね。ココは見てない。ココナ見ろよ。うちの兄貴も見てないっす。お前見ろよ。ももかのお母さんはね、何回か電話で声聞いたことあるんだよ。ママの顔、腹立つことに目が大きくて。お綺麗なんだ。綺麗だ。最低だな。自分可愛い可愛いって。でもめっちゃモテてたんだって。お父さんイケメンだからね。パパは高校の時なんかファンクラブあったってさ。ももかはないわ。あるだけ。ママはクラスの半分ぐらいから告白されてて。ガチ？え、まったいや。どうしようかなって。どうする？何食う？それな。うん、お腹すいた。すいません。ちょっと待って。ということで、今日の私のご飯はタコライスでーす。よいしょ。美味しそう、やばい。これサムネだから。世界一伸びない動画。なんちゃらパスタ。親子丼ですね。つまり、ももかの友達が可愛い点についていくらに聞いていきたいと思います。じゃあ、いただきます。ガンムシが引っ込め。お前 YouTube 歴なんないんじゃん。つまんないよ。つまんないよ、やばいよ。それでは、大地の恵み、海鮮の恵み、いただきます。いただきます。あ、待って、めっちゃ行儀悪いことした。いつもやん。いただきます。いつも行儀悪いもんか。常識だからね。なんで喋ればいいのか、ツッて言うの。え、なんでツッて言ってから喋るの。かっこつけてるんですよ。本当に。え、ツッって言ってる。言ってるよ。常識だからね。常識だからね。ツッ、なんかツッって言ってから、ツッ、なんで。いただきます。お互いの不満パート2やる。あ、いいよいいよ。でも、ももからいいよ。なんだな。ほら、ないじゃん、ほら。あるの、全然ないです、ほら。いやいや、だって俺のこと好きなんだろ、お前。そういうこと。え、ないの。逆にある。いや、あるよ、いっぱい。え、まず、付き合いが悪い。これ今言ったん？ちょっと言った。言ってない。言ったよ。あ、あとあれ、普通に未読マン。ん、嘘でしょ。未読マン書き込んで。じゃあ、今日ももかがいっぱいボケよ。で、俺突っ込むわ。やだ、急に。やだやだやだ。あ、ももかの良くないところ、突っ込まない。うん、突っ込めない。ももかお笑いとか見ないの？見ない。なんかもう、本当にボケ、ボケだ、ボケ、ボケというか。もうボケもしないじゃん。うん、なんかしない。いるだけやん、お前。いるだけやん、お前。早く食べてもらっていいですか？遅いんですけれど。お前より喋ってくからだよ。じゃあ喋ってて、一人トーク。ももかトークの時間でございます。
じゃあ学校での出来事を話しましょうか。なんか宿題を何もやっていかないで言ったら公開処刑されたもん。企画でやったじゃん宿題。あっやったんだよ、やったんだけど。やらせ TV エピテー。じゃあ食べ終わりました。せーのせーで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、はい、ということ ということで今から向かうはももかの聖地です。聖地に行きたいと思います。もうとうとう傘に入れてくれないです。やばい、カメラ濡れるやん。あ、そっか、あ、やべ、何やってんのお前。それな、ごめん、今のお前の気候やばかったよ、急に走り出して。何やってんの、わかんない、怖かった今。面白かった今。いや、そのカメラから見たら何が起きてんのか分かんない急に走り出した宇田川しかおらんじゃじゃーん、かわいい、ラブライブということで入っていきます。ステージへアンサンブルスターズ。素早、こんなに足が速いのか見たことない。これなんだっけ、これはアンサンブルスターズ、アンスター。お題のこととかちゃんとできてる、できてる。当てていい、いいよ。あやがさやる、正解。お金がないからあんまり買わないようにしようと思ってまして。どうしよう、金ねえからって買わねえで帰ろうとしてるやついる。いねえよな。1個だけ買っとこう。じゃあ2個買う。あ、でも私はいっぱいメルカリでこの前大量出産、出産じゃないわ。その前に産んだ相手誰、アニメキャラで想像に行く。俺らはついていけん、やばいよ。人間じゃないよ、自覚はあったね自覚はあったね、なら安心したわ。あそこ行こう。じゃあ君が一番気まずいところ行こう。結構気まずいじゃない、一緒にキャラやめとこう。お前ビビってんの。一人だったら余裕、自分の趣味に。一人だったら余裕、もうこっち行こう。やだ、やっぱ無理っすよ。これはどういう話なんですか、あらすじ、あらすじは。超一流の俳優と新人俳優で、やっぱいいところっていうのはめちゃめちゃ厳しいわけさ。なんて言ったらね、少し変な空間であるというものですか、やはり。あ、これも BL なの。C ってこれ BL、 キンクなの。話すな、アニメーションで BL とキンクなの。ここで、いや、君が言うのはちょっときついきついということで、買いました。怖い、歌ってる急に、めちゃくちゃ怖いです。変な人だ、日本にこんな人いたんだつっかかった、なんか。はい、行きましょうか。ちょっと待って、場所確認して、ちょっと待って。え、クリアした？してない。1個も1個もクリアしてない。やばいやん、ちまっと1個終わってないの。ガオー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 、歩いていきます。雨が強い。あ、プリクラ飛んでた。あぶねえ、あぶねえ。じゃあプリクラを撮ろう。撮影ボタンで撮影スタート。来た来た、こういうことだから終わり、終わりだよ。はい、移動します。大満足ですね。はい、大満足です。高校生です。イエーイ。どこかわからないらしい。多分日本。合ってる。当たる。どこに行きたい？分からん。Google マップを信じてる。Google マップなら大丈夫です。そう、僕らが今日行くのは、はい、どこですか？レモネード。レモネード。嫌い？嫌いじゃない。よし、行こう。なんでレモネード？特に意味はない。あ、あれや。あ、ありました。いい店。ソーダももうそうだ。コーラもあるやん、俺コーラにしようかな。コーラレモネード一つ、はい、これ一番人気だって。じゃあソーダレモネード、あ、レギュラーで大丈夫です。はい、うわ、ここで飲めるんだ、見て、すごくない？ここで飲めるっぽい。え、これ本物だと思う？え、くそ、偽物だった。すごいね、限界やん。あれ待ってもらってもいいよ、限界迎えてる。もう一個指令があって、最後の指令、何だと思う？わかんない、怖いんだけど。見ていいのかな、人も。そうです。なんてことすんの。一緒に1個消化していいですか？はい。デレデレデレ、プレゼント。はい、ということでプレゼントです。ありがとうございます。これをぜひももかの YouTube の企画に使ってください。で、恋人気分を味わえ。何言ってんの、バカか。可
髪の毛やば。え、うちクリアできなかったんだけど、罰ゲームあったりする？え、なんか無理やりやってる。無理やりやる？オッケー、じゃあ後で喋れればいい。じゃあいただきます。うまっ。ミッション、ハロー。キュートキュート、かわいよ。ってことで、ここで手つなぐのはちょっと気まずいところがある。はい。ちゃんとしてるからね。飲み終わった。よし、 I'm happy、 yeah。 じゃあちょっと先に飲み終えたので行ってきます。最後は私のミッションですね。とりあえずプレゼントです。いや、俺と一緒。買ってきました。で、これは何かというと、はい、今日企画をね、まあいろいろ考えてくださるんですか。お詫びとして私の大好物をあげます。サキイカはうまい。ジョン、丸ごとスイカ。お前なんかさ、おじさんだね、ベロが。チーズタラ、アーモンドピース。おじさんじゃん。どうぞ。あ、どうぞ。はい、ということで、まあ、今日のデートの感想ですね。まあ、コンディションはね、最悪です。多分同じこと思ってる。雨つら、風つら。風つらいし。じゃあ、ま、しかも、最初アニメってやってないところからも、はい、まあ、よかったかなって思っております。前のね、時は晴れてたから良かったよね。だから、次晴れてる時、もう雨無理。はい。ということで、この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、よろしくお願いします。まあ、この時から晴れてくるってマジでうざくない？うざい。まあでも、ここまで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。ということで、次は晴れてる時に会いましょう。バイバーイ。出ました、今、カッコつけてますね。やばすぎる。バイバーイ。ヘンテコリー。この度、ヘンテコリーズの3人でオリジナルリップを作らせていただくことになりました。洋学生さんから流行りを教えてもらったり、お店に行って勉強しながら今リップを作っています。こんなリップが欲しいとか何でも構いません。皆さんの意見を YouTube のコメントで聞かせてください。よろしくお願いします。